私が生きる肌は、ペドロ・アルモドバル監督、脚本による2011年のスペイン映画である。ティエリ・ジョン家の小説、雲の美少を原作としている。日本では2011年、世界的な形成外界、ロベル・レガルが暮らすトレドの大邸宅の一室に、ベラと名乗る美しい女性が、レガル家で古くから働く初老の家政婦マリリアの監視の下、軟禁されている。ベラは、 ロベルの妻ガルに売り二つであるが、実はガルは十二年前に交通事故で全身やけどを負い、記号の死を遂げていた。その後、ロベルは妻を救えたかもしれない、完璧な肌を作り出すことに執念を燃やし、自らの開発した人工皮膚を使って、ベラを実験台にして、彼女を亡き妻の姿に作り変えていたのだ。ベラはそんなロベルを誘惑するが、ロベルはベラに惹かれつつも、 彼女の誘惑を拒む。そんなある日、マリリアの息子セカが強盗を働いて指名手配され、かくまってくれと屋敷に現れる。マリリアは、セカをしぶしぶ屋敷の中に入れるが、セカはベランの存在を知ると、ロベルガルスであることをいいことに、無理やりベランの軟禁されている部屋に押し込み、ベラをガルと思い込んで犯す。ベラは自分を、屋敷から救い出してくれと頼み、セカの望むままに抱かれる。 ちょうどその時に、ロベルが帰宅し、セカを射殺する。ロベルがセカの遺体を埋めている間、マリリアは、セカがロベルの父違いの弟であり、ロベルの実母が自分であることをベラに語る。セカの父親は使用人だが、ロベルの父親は、先代のレガル家の主人であり、精細に子ができなかったため、主人とマリリアの間に生まれた子を、レガル家が引き取り、 マリリアに世話をさせて育てたのだ。そして、今回と同じように警察から逃れてきたセカをかくまったことをきっかけに、ロベルの妻があルがセカと不倫関係になり、駆け落ちの途中で交通事故にあって大やけどを負ったこと、また一命は取り留めたにもかかわらず、自らの焼けただれた姿を苦にして、部屋の窓から等身自殺したこと、さらに、 ロベルト・ガルの娘のルマが母の自殺を目撃して心に大きな傷を負い、その後同じように自殺したことをマリリアはベラに語って聞かせる。その夜、ロベルト・ベラは肉体関係を結ぶが、世カの陰茎によりベラの性器が傷つけられたために挿入することができないまま、二人は眠ることにする。そして、二人の改造としてベラの正体が明かされる。六年前、 ロベルと娘ノルマは知人の披露宴に出席していた。ノルマは母の非合の死で精神を病んでいたが、その頃には状態が落ち着いており、披露宴会場で出会った地元の仕立て屋の息子、ビセンテと一目で惹かれ合う。薬とアルコールの勢いもあり、二人は庭の草むらで関係を結ぼうとするが、その途中でノルマが発狂する。 慌てたビセンテはノルマを殴って気絶させて逃げ出すが、その様子をロベルに目撃されてしまう。ノルマは完全に正気を失い、父であるロベルのことすらわからなくなる。ロベルは娘の復讐のためにビセンテを誘拐して監禁する。そしてノルマが自殺するとロベルは屋敷内の手術室でビセンテに性転換手術を施す。さらにロベルは ビゼンテの顔を整形し、自ら開発した人工皮膚を使って泣きつまがるに似せていくと、彼女にベラの名を与えたのだった。ロベルを愛しているというベラを、ロベルは信用する。そしてようやく結ばれることになった二人だったが、ロベルが油断した隙に、銃声を聞いて駆けつけたマリリアも撃ち殺したベラは、屋敷を逃げ出し、生まれ故郷に戻る。 そして自分がビセンテであることを実母に告げる。カッコ内は日本語吹き替えペドロ・アルモドバルは本作公開の10年前に原作を読んだ。時間をかけて脚色し、ジョルジュ・フランジュの顔のない目とフリッツ・ラング脚本のスリラー映画に影響を受けた。2002年、監督はアントニオ・バンデラスとペネロペクルスを主演としてプロジェクトを発表したが、最終的に バンデラスとエレナアナヤに落ち着いた。制作会社はエルデセオで、制作費は1000万ユーロである。主要撮影は2010年8月23日に始まり、4ヶ月後に完了した。ロッケはサンティアゴでコンポステイラやマドリードなどで行われた。カンヌ国際映画祭プレミア上映時のキャストと監督。左からブランカスアレス、ジャンコルネとエレナアナヤ、 アルモドバル、アントニオ・バンデラス、マリサ・パネです。ジャンポール・ゴルチエ。2011年5月19日に第64回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映された。ありがとうございます。